昭和後期、ウルフの愛称でアイドル的な大フィーバーを起こした千代の富士。その小柄ながら引き締まって軸の強い体を存分に生かし、昭和51年から平成3年にわたるまで横綱として相撲界を大いに盛り上げた昭和最後の大横綱です。その千代の富士ですが、次世代とも言うべき平成の横綱曙者とは公式戦での対決は叶いませんでした。その理由は、曙が千代の富士と戦える力士に成長する頃には千代の富士は怪我による途中休場が増えていたため。しかし実は2人はその後に別の形で対戦しています。曙はその時の印象を語っていますが、それはとても意外なものでした。千代の富士と曙、千代の富士の本名は秋元貢、北海道松前郡福島町で漁師一家の子として生まれました。家業の手伝いで鍛えたおかげもあり、運動神経は抜群で、中学生の頃には陸上部として汗を流し、走り高跳び、三段跳びの種目で福島郡大会優勝、オリンピック選手になれるのではと言われるほどの陸上センスを持ち、ここの江部屋が北海道巡業の際にスカウトした時も相撲界入りはあまり気が進まなかったそうです。入門するなら飛行機に乗せてあげるという元千代の山こと九重親方の誘い文句が、自分の人生と相撲界の歴史を大きく変えるとは、この時の貢ぐ少年は知るはずもありません。中学の間だけでもやってみないかと粘られた結果、貢ぐ少年は飛行機に乗ってみたいという一念でこの誘いを受け、九重部屋に入門。そして昭和45年、中学3年生の時に初土俵を踏みました。幕内が定着するまでの間の体重が100キロ未満と相撲界では小柄でしたが、筋力と体幹の強さ、そして気性の激しさに支えられ順調に出世していきます。途中たびたび肩の脱臼に悩まされるも、昭和51年に力士として本格的に開花し、関脇から大関、さらには横綱へと一気に昇進。昭和63年には令和4年9月現在でも双葉山と白鵬に続いて3番目に多い連勝記録、53勝を挙げています。平成元年3月には当時前人未到だった通算1000勝を記録し、大相撲で初となる国民栄誉賞も受賞しました。惜しまれつつの引退会見で語った、体力の限界、気力も尽き、引退することになりました、以上です、の名台詞を知っている方も多いと思います。また最近ではツイッターで一人のユーザーが千代の富士の写真を上げて、かっこいいと思って思わず保存したけど、なんていう名前の力士なんですかね、無知ですみませんと投稿。娘でファッションモデルの秋元梢さんが、うちの父です、ありがとうございますとリプライを返したことで改めて話題にもなりました。対する曙はハワイ州オアフ島出身で、千代の富士よりも14歳年下です。故郷のオアフ島で大学を中途退学するまではバスケットボールに熱中していましたが、東関親方から体格を買われて相撲界入りします。千代の富士が53連勝の大記録を出した昭和63年、その春場所で初土俵を踏み、同期の若鷹兄弟に先立って平成5年に横綱に昇進しました。この昭和63年春場所で初土俵を踏んだ力士は曙、若鷹兄弟の3人の横綱と大関となった魁王、他にも関取が11名と出世した者が多いため花の六三組と呼ばれています。曙はその強豪ひしめく相撲界で2メートル230キロを超える大きな体と圧倒的パワーを武器にのし上がった強者中の強者。千代の富士と曙の対戦を夢見るファンは少なくありませんでした。ですが千代の富士は平成3年に後に2代目貴乃花となる貴花田に敗れ、若い強い芽が育ってきている、そろそろ潮時だと現役を引退。千代の富士と曙の対戦は幻に終わったかに思えました。しかし千代の富士引退後の平成4年に2人は稽古で胸を合わせていたことが分かっています。稽古、平成4年の春場所のこと、当時千代の富士は九重部屋の九重親方として後輩を育成していました。その時の九重部屋には千代の富士の弟弟子で横綱の北勝海もいましたが、この春場所は北勝海にとって怪我からの復帰戦、ここ一番の北勝海の稽古のために千代の富士は東関親方へ、曙を貸してほしいと出稽古の指名をしたのです。曙は九重部屋へ行き、横綱北勝海と三番稽古を行いました。
三番稽古とは本番さながらの取り組みを3回戦以上する稽古のことで、力が同等の力士同士でなければ成り立ちません。この頃曙はまだ大関昇進前でしたが、横綱の稽古相手として千代の富士直々の指名を受けたのです。そしてその三番稽古の後、千代の富士は曙に胸を貸す形でぶつかり稽古をつけてくれたのだといいます。曙が東関部屋に入門した頃にはすでに相撲界の注目の的だった千代の富士は、同じ高砂一門といえど気軽に声をかけられないほど雲の上の存在。曙は番付が上がった時に挨拶に行く以外は会話したこともなかったそうです。なのでその稽古は曙からすれば尊敬する先輩であり、憧れのヒーローとの対戦だったことでしょう。同時に大関昇進が見えてきた自分が引退して年数の経った千代の富士相手にどこまで太刀打ちできるか、もしかしたら今の自分の力量なら千代の富士に迫っているかもしれないという胸高まる思いもあったかもしれません。しかしその稽古で曙は本当の強さを知ったと言います。こっちが歯を食いしばって当たってもキュッキュッて動いて消える。体は自分より小さかったのに当たっても動かないし投げ飛ばされたと、千代の富士の筋力と軸の強さはその時も健在だったことを語りました。また事実上千代の富士の引退を決定づけた貴乃花も後のインタビューで千代の富士についてこう答えています。金星を挙げることはできたが、千代の富士関は全身が筋肉に覆われていて肌が硬かった。ライバルだった曙関や武蔵丸関から大きさを感じたとすれば、千代の富士関からは重さを感じたと、平成の大横綱たちにとっても昭和最後の大横綱の強さは圧倒的だったようです。それにしてもなぜ千代の富士は自分の部屋の弟弟子であり横綱でもあった北斗海の大事な稽古でわざわざ曙の出稽古を指名したのでしょうか。そこには千代の富士のある狙いがあったのかもしれません。千代の富士の狙い、実は若い頃から千代の富士は他の人に比べ骨は太いが肩関節の噛み合わせが浅く脱臼しやすいというハンデがあったそうです。しかし千代の富士はそれをなんと1日1000回もの腕立て伏せを行って筋肉をつけることでカバーしました。入幕したては何度も脱臼に苦しみましたが、稽古と合わせた過酷な自主トレーニングにより輝かしい戦績をつかむことができたのです。それどころか肩の脱臼を軽減するために若い頃の無理やり上手投げに持ち込む強引な相撲から前世紀の前回しをつかみ引き寄せて頭をつける取り口で変化。千代の富士、稽古に稽古を重ねて自分の骨格のハンデさえもプラスに変えていったのです。また自身が横綱となってからも対戦で敗れれば進んで出稽古を申し入れ相手の攻略法を研究しました。研究中の相手が他の部屋へ出稽古に行っている場合は自分もその部屋へついていくという徹底ぶりは他に類を見ません。そもそも立場が上の横綱がわざわざ負けた相手の部屋へ出稽古へ行くこと自体非常に珍しいことでした。なぜそうするのかと聞かれた千代の富士は、自分が弱いんだから当たり前でしょ、横綱だろうが何だろうが勝てない相手がいれば稽古して研究するのは当然、弱いから稽古する、どこがおかしいのと即答しています。こうした自身の経験があるからこそ立場がどうあれで稽古を恥じることなくとことん相手を研究し稽古に貪欲になるべきだということを生涯にわたって弟子たちに教えたのでしょう。もしかすると曙との幻の対戦となったぶつかり稽古も曙が将来強い力士になることを見込んだ千代の富士が次世代へのメッセージとして稽古の重要性を伝えるためにあえて実現させたのかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録コメントをしていただけると泣いて喜びます。よろしくお願いいたします。